はい、ヒルビール放送局、M キャストのマコネーです。今日は、ちょっとね、天気が悪くて、天気が悪いとテンションが下がっちゃうマコネですけども、今日も元気にお話していきたいと思います。今日はですね、ちょっと映画の話をしたいなと思ってるんです。はい、私は、えっとね、えっと、週1回、えっと、新潟県長岡市の Facebook グループ、Facebook 長岡市グループに、 えっとね、長岡市にある、えっ、ー、と、シネコンの、ジョイフィット。ん違うな。<laughs> それは私がバイトしてたことかな。えっ、ー、と、んと、TJ 長岡の、えっ、ー、と、最新映画情報っていう感じで、えっ、ー、と、ポッドキャストを撮影、収録して発信しています。まあ、要するにね、えっ、ー、と、今週の映画の見どころっていう感じでお話ししてるんですけども、 そう。その内容をチェックするついでに、えっとね、えっ、ー、と、今週の映画はどうかなっていうのを、ま、あだいたいね、えっ、ー、と、水曜日、水曜日、収録今日水曜日。はい。収録、収録しるこの水曜日に、えっと、今週末の映画の時間とかが出揃うんですね。はい。なので、ね、この水曜日に、えっと、だいたい今週の、えっ、ー、と、映画の え、映画がどんなのが流行ってるかなっていうのをチェックしてるんですけども、まあ、今日はね、ちょっとね、気になる映画が2本、3本あったんで、ね、ちょっとね、えー、っと、なんだろう、うんと、その、長岡市グループに乗っけてる、えー、っと、映画大人の教科書だーとはちょっと違う切り口で、えー、っと、今週末の映画をちょっとお話ししていきたいと思ってます。はい。 ま、どういうことかと言い、言いますとね、は、なんていうかな、んと、ま、今週末、えっとね、えと、話題どころでいうところの、えっと、映画がね、えっと、4本上映されます。はい。で、どれもね、結構私はね、結構気になる映画なんですよ。はい。トップバッターは、東京 MER、走る緊急救命室。はい。 まあね、鈴木亮平くんが主演のテレビドラマでもあったのかな私テレビドラマは見てないんですが、まあ、予告はね、結構、えっと、3、4ヶ月ぐらい前から流れてて、このね、私、金パッカのあるパニックホラー、ホラーじゃない、パニックドラマみたいなのがすごく好きで、これもきっと私は大好きな映画だと思うんだけど、 ねえ、まあ私は16時間断食が終わるまでは映画見ないというふうに、まあ、3年間は映画見ないというふうにもう心に誓って生活しているので、まあ、見には行けませんが予約を、予告を見る限り、ものすごく面白そうなの。で、えっと、次がザ・スーパーマリオブラザーズ・ムービー。これはね、えっと、任天堂も協力して、あの、アメリカで作られた、えっと、映画ですけども、 まあ、フル CG のスーパーマリオの世界をフル CG で表現したっていうやつですね。これはもう予告編を見る限り、なんかものすごい、ね、キャラクターが可愛くて、ああ、私の見たかったマリオは大昔やったあんな化け物みたいなマリオじゃなくて、これだと思うような、本当ザ・スーパーマリオ・ザ・ムービーっていう感じの映画なんですが、これはあの、先週から、あのー、アメリカでは公開されてて、えっと、全米はダントツ1位ですね、今。うん。 あの、2位の映画にダブルスコアつけてダントツ1位なんですが、まあね、どうだろう。<laughs> で今日はね、その、どうだろうっていうところ、なんでっていうお話をちょっとしていきたいなと思ってるんですが、もう一本は、えっ、ー、と、セイントセイヤーザビ、あの、ビギニング、セイントセイヤーザビギニング。はい、これもね、アメリカで作られた映画で、えっ、ー、と、セイントセイヤーの、まあね、大きな話はちょっと、 あのんとちょっとずれてるけども、まあまあまあ、あの、セントセイヤーを、あのー、まあ、現代風じゃなくて、えっと、実写風にアレンジしたってやつなんですが、まあね、まあ、これも、まあ <laughs>、ちょっと置いときましょう。はい。そして、えっ、ー、と、最後が4本目が、中森明菜イーストライブインデックス23。そう、映画 4K です。 ディチネルリマスター版。うん。まあね、私は48歳で、まあ、アキナちゃんを知ってるっていうか、まあ、前世紀のアキナちゃんにキャーキャー言っていた世代、ちゃあ世代だよね。そう、私よりもうちょっと上のお姉さんたちの方が、もしかしてキャーキャー言ってたかもしれないけど、うん。あのね、アキナちゃんは、本当あの、私たちの、いや、本当一時代を作り上げた、 スーパーアイドルだったんだよ。そう。うん。ほんとね、なんだろうね、この、なんだろう、あの、このね、うんと、影がある感じっていうか、なんだろう、すっごい綺麗なわけじゃないだ。すっごくものすごい綺麗なわけじゃないし、でもなんだろうな、あの、かっこいいんだよ。かっこいいっていうか、なんかね、ほっとね、あの、引き寄せられる魅力のある子なんだよね。 うん、私はね、今週もこの絵、4本ね、面白そうだなぁって思ってるんだけど、さあ、来週の今日にどうなってるかっていうと、多分、このうち、あの、何本か <laughs> 爆死してると思うんだよね。そう。まあね、あの、うんと、まあ最近に始まったことじゃないけど、2 0 2 0年ぐらい、 からってもう、もっと前からかなのが、ハリウッド映画とか、まあ、アメリカ映画、まあ、字幕、洋画だね。洋画が、日本では、受けが悪いという症状が始まって、本当は、あの、洋画が大苦戦してるっていう話を皆さん聞いたことあるうん。あの、私はね、えっと、去年の今頃から、あの、年末にかけて、映画館に通って通って、あの、映画館で200本くらい映画見たんだけど、 そう。洋画だから面白くないってことじゃなくて、あの、日本画のね、洋画の、あの、邦画の、あの、コンテンツが強烈すぎるんだよね。そう。いや、確か昔はね、私はさ、えっと、邦画ね、日本の映画よりも、洋画の方が面白いなって思ってた時期もあるんだよ。でも今は、どっちかっていうと、アニメ中心に、 まあ日本の映画のそのクオリティというかがものすごいあの上がっててもうねあのうんとわざわざ洋画見なくたって面白い映画はいっぱいあるしあの面白い映画を追いかけてるだけで洋画を見る暇なんかないっていうぐらいまあ日本の映画もバンバン出てるわけよそれにさまあバリバリアニメ世代だから私はね言うところのそうね一番 ちっちゃい記憶だと、まあ、ガンダムの、初代ガンダムとか、とか、えっと、宇宙戦艦ヤマトの、えっと、映画版とかを、まあ、ギリギリ覚えてるぐらいの世代なの。うん。そう、花のくるんるんとか、キャンディーキャンディーはね、私のもうちょっと上の、1個2個ぐらいの上のお姉さん方なんだよね。私ね、キャンディーキャンディーはね、あんまり記憶がないんだよね。 そう、ベルバラも、私よりちょっと上の世代じゃないかな。うん。エースを狙えとかね。うん。まあ、その後ぐらいで、花の子ルンルンとか、うん、私は花の子ルンルンとかがすっごい印象良かったな。そう、未だに歌歌えるよ。<laughs> そう。で、まあ、えっと、ちょっと大人な、まあ、小学校ぐらい上がると、ドラゴンボールとか、まあ、アラネちゃんドラゴンボールとか、そう。 えとか、始まり、そう、ウィングマンとかね。まあまあ、アニメの話でし始めるとキリがないけども。まああの、アニメと同時に私たちはファミコンとも一緒に、もうアニメとファミコンの本当黄金期、今につながれもうまさに黄金期に、に突っ走ろうっていう、その、急坂を登りかけていった日本のコンテンツの中を生きてきたわけよ。 そう。だからね、うんと、私たちもそうだけど、やっぱあの、うんと、今のさ、50代より下って、やっぱアニメも、あの、漫画も、えっと、ゲームも、まあ、まさに黄金時代を、あの、駆け抜けて、それに大きな影響を受けて育ってきた世代だから、やっぱね、あの、私思うんだよ。 ハリウッドの映画っていうか、アメリカの映画っていうか、海外の映画ってね、ぶっちゃけね、ストーリーがね、退屈なのよ。<laughs> そう。どっかで見たようなストーリーで、なんかまあまあまあ、あの、でかい子じゃ言えないけど、まあ、コナンの映画はさ、最後ドカーンって爆発してさ、えっとみんな助かってチャンチャンみたいな感じじゃない <laughs> 毎回大体そんなパターンじゃん。 そう。まあ、あの、洋画もね、うんと、まあ、割合と、そういった感じのさ、なんかあの、うんと、もう本当日本に宣伝広告ババンってかけて、もう日本でヒットさせるぞ、みたいな勢いがあるような映画に限って、まあ、そんなさ、まあ、あの、うん、ちゃんちゃんって割れようなさ、映画が多い気がして、なんか、退屈なのね。 <laughs> そう。もちろん、あのー、去年私200本ぐらい見た中で、えっと、洋画も半分ぐらい見てて、そう、アニメも、邦画も、洋画も、まあ、は同じぐらいずつ見てるんだけど、あの、全部ね、見ていけば、本当にね、映画は、本当あの、国に関係なく、アニメ、邦画、洋画関係なく、面白いんだよ。ものすごい面白い。何見ても面白い。そう。でも、えっと、こんだけ あの、日本にいろんなコンテンツがあって、えっと、日本のコンテンツを、まあ、どれ見ようかなって、そんなさ、みんな、毎週ね、毎週一本日本映画見るっていう人なんか、そうそういないからさ、ねあの、見るっていう人でも1ヶ月一本ぐらいだろうし、あの、うん、まあもしかしたら年間一本って人もいるだろうし、あの、数年一本って人もいるかもしれないし、要するに、あの、 えっと、スーパーハードに見る毎週一本二本とか、えっと、全部見るっていう人じゃない人たちをライト層って、まあ、芸業界、映画業界では言うらしいんだけど、まあ、ライト層が、まあ、年間ね、一回、二回、見る人たちが、あの、飛びつくような映画がじゃないと、大ヒットにはならないわけよ。<laughs> まあ、それがね、ここ最近さ、あのー、立て続けにあるわけよね。<laughs> そう、特にここ最近、まあ、国内だと、うん。えっと、今ね、えっと、国内ランキング1位が、まあ、名探偵コナン、うんと、なんだっけ、えっと、黒金のサブマリン。黒金だよね、確か。<laughs> で、2位が、東京リベンジャーズ2、血のハロウィン編、編、変運命。そう。で、今3位にまだスラムダンクが入ってるんだよね。まあ、スラムダンクはね、まあ、見てない人いたら、スラムダンク、 アニメファンで、ま、アニメファンで、スラムダンクをまだ見てないって人がいたら、絶対行った方がいい。うん。私ね、スラムダンクは私が映画立ちする前の最終回ぐらいで見た映画なんだけど、あのね、うんと、なんだろう。映画、アニメ映画というか、アニメのその表現が、また大きく、大きくステップアップしたっていう思うような、 素晴らしい完成度ね、完成度だよ。うん。まあ、あの、うんと、私はさ、あの、えっと、新海誠監督の映画、まあ、あの、前のね、短編映画とかすごいらしいなと思ったけど、あの、今のね、映画とかはあまり好きじゃないのよ。<laughs> <laughs> そう。うん。なんていうのがな。あの、うんと、まあ、 もういいよと。<laughs> だってさ、もう、あの、アニメもさ、あの、そうだし、自社もそうだけども、CD もそうだし、c g じゃなくてもそうなんだけど、もう、綺麗なのが当たり前で、あの、綺麗、綺麗なのが当たり前で、綺麗なのはもう売りじゃないわけよ。そう。えっと、ちょっと前に、えっと、なんだっけ。えっと、えっと、うんと、あれだよ、あれ。 日本だけでヒットしなかったの。そう。ウォーター、ウォーター、<laughs> あれアバターだ、アバター2。うん。アバター2は予告編見てもまあ綺麗だなと思ったけど、なんかね、もう本当予告見る段階で、これは日本でヒットしないだろうっていうのは、なんか予告の中で想像できてたよね。 絵は確かに綺麗なんだけど、綺麗だっても昔のアバターの時代からものすごく進化したらかって言ったらそんなわけじゃないの。うん。もうあの、あと時間とお金をかければ CG にね、バンとお金かければ綺麗な映像は作れる時代だから、まあ、綺麗なだけじゃもう全然あのもう売りにならなくて、アバター2は確かに綺麗だった。でも内容はスカスカで、 あの、終わってるメーはバーは炭酸みたいな感じで。で、まあ、うんと、あの監督さん、キャメロン・ディアス。 だっっけキャメロンアスっていいいんだよねいや、間違ったらごめんなさいね。あの監督さんの次回以降の構想を聞くと、いいやー、アバターは3、5まで作るって言ってるけど、いやー、もう3以降は見たくないなって思うぐらい、なんか退屈な映画だったよね。<laughs> 私はね、もうアバターはね、1だけでよかったわーって思うぐらい、には、まぁ、あ、ちょっと、ちょっともうもうもう、もうもうもう 早く終わんないかなって思ってた <laughs>。特に後半のあの戦闘シーンはね、そう、なんか本当にあの B 級、B 級 <laughs>、お金をかけただけみたいな感じの映画で、まあ、アバター2はまあ、残念な映画でしたね。まあもちろん好きって人はいると思うんだけどさ、う、ん まあその、そのアバター2は、まあ、ともかく今ってあのね、えーと、今の日本ランキングは「まあ、コーナー」「東京ビリベンジャーズ」えーと「スラムダンク」「ドラえもん」「ブレッジ」「新仮面ライダー」「私の幸せな結婚」「美しい彼」えーと「グリットマン・ユニバース」「グリットマン・ユニバース」出てんだね「で、刀剣乱舞」そうそう「イケメン大好きお姉さん」 ホイ,ホイ系のやつ、ねうん、まあ、あの、どれもね、結構、イケメンお姉さん、ホイホイ系の映画がさ、まあ、最近強いんだけどさ、まあ、安定してというかぞゾゾってね、まあね <laughs> そう、東京ビエンジャーズでもさ、イケメンお姉さん大好き、でイケメンお姉さん大好きお姉さん、ホイホイ系の映画でもあるじゃん。そう、ここに、ね、今さ、こう見るだけでさ、国内ランキング、一きもさ、洋画が入ってないわけじゃん。ここにさ、じゃ果たして、 公開される、その、ザ・スーパーマリオ・ムービーとセ、セあの、セイント・セイヤ・ザ・ビギンが入れるかって言ったら、まあ、スーパーマリオ・ザ・ムービーは、まあまあ、あの、うんと、まあ、1位は無理かもしんないけど、まあ、2位か3位ぐらいには入ってくる可能性あるよね。でも、まあ、1位はちょっと無理なんじゃないかなと思うんだ。そう。 スーパーザ・スーパーマリオズ・ムービーを誰が見たいかって言ったら、まあ、あの、ん、えっと、まあね、初代スーパーマリオとか、えっと、スーパーマリオブラザーズ3とかで遊んだ私たち世代は、まあもうさ、このポリゴンのぐいぐい動くスーパーマリオは、まあちょっとね、世代的にずれてるんだよ。 そう。だからね、どうしても見たいってわけでもないの。うん。確かに予告見てると、なんか面白そうって思うんだけど、まあ他にね、他にさ、まあ話題作こんだけある中で、私だったらアキナちゃんの方が見たいなと思っちゃうんだよね。そう。まあ、この映画さ、まあ、誰が見るのと。<laughs> そう。あの、こんだけ強烈なラインナップが揃ってる日本の映画の今の状況の中で、 まあ、もしかしたら爆死するかもしれないなって思ってるよね。うん。だって子供たちが見たいかったら、まあスーパーマリオはさ、まあいろんな世代で遊んでやられてるけども、あのー、スーパーマリオよりはポケモンのさ、あの、実写版の方がよくねみたいな。<laughs> そう。同じだったらね。うん。まあ、もしかしたら日本は大爆死するかもしれないね。 で、もう一つのセイントセイヤーザッビギン。これはね、きっと爆死するよ。<laughs> そう。あの、上位5位も入れないんじゃないかな今の状況だと。うん。だって予告編見てさ、私の見たいセイントセイヤーこれじゃないっていう風に思うもん。<laughs> そう。私の知ってるセイヤーのクロスはこんなに汚くないと思うもん。そう。<laughs> もっとキラキラ光ってたみたいな。 そう、ブロンズクロスでもこんなに本当ブロンズブロンズしてなかったみたいな。そう。なんか、まあね、セイントセイヤはさ、本当に映画に恵まれないよね。<laughs> そう。あの、うんと、展開編のさ、まあ映画が大昔にあったんだけど、車田先生が構想してた、その、 えっと、その後のお話っていうのの、まあ、展開編のやつは、本当面白かったけど、そう、まあ、セイントセイヤってさ、結局セイントセイヤがものすごく流行ったのは、まあ、あの、男性、男の子だけじゃなくて、女の子も巻き込んで一大ブームになったんだよね。そう。だからさ、なんか、あの、こういうね、ね、なんか男男したさ、もうガチンコ系のさ、アメコミ風のバトル、 ぽいいいもののはどうううななんんんだだろねかあ違よ <laughs> 私はね、このね、ザ・スーパーマリオ・ザ・ムービーとセント・セア・ザ・ビギングは、もしかしたら両方、日本史上では、日本の映画史上では、惨敗するんじゃないかなと思ってる。<laughs> そう。それだけさ、今公開されてる映画が、あの、強力なんだよね。うん。だから、ね、おそらく、 この中に割って入れないんじゃないかなと思うんだよな。そうじゃあ他のやつはどうかというと、えっと、東京 m e r、まあ、予告はすごい面白そうだったけど、まあね、テレビドラマから映画になったものって、まあね、当たり外れがすごいあるわけよ。そうまああのうん、とコアなファン、もそのドラマが大好きっていう人はやっぱすごい面白いと思うの。でも、あの、うんと、 コアなファンじゃない、まあ、ドラマの映画化ってなるともうそれだけで経営するって人も結構いると思うのね。そう。私はさ、まあ、その出てる俳優さんとか、まあ、ストーリーが面白そうなら、まあ、あのドラマの映画化でも何でも気にせず見るんだけど。そう。でもまあ、ドラマの映画化は、まあ、半分半分だな。おもし、すっごい面白いなと思って、いや、よくぞこれを映画化してくれたみたいなのもあれば。 いや、これはもうほんと俳優さんかわいそうでしょみたいなのもあるよ <laughs>。この一年で見た中で私がね、あの、うんと、もう終わりから最後までもう号泣しまくって、ほんと帰りにポカリセット買ってきだ、ポカリセット売ってくださいっていうぐらい、もう映画館でポカリセット売ってくださいって思うぐらい、ほんと脱水症となるぐらい泣いたのは、そう、ドクターこと、うん。 ドクター・コトーのあの何年かぶりに放映されたこのね、えっ、ー、と映画はね、ほんと最初から最後まで、まあ泣いたわ。そう。今でも多分ね、あの、中島みゆきさんのあの、銀の竜の線に乗ってをさ、な、頭の中に流れると涙が出てくる。そう、それくらいね、あの、ほんと最初から最後まで、まあ泣けたよね。うーん、ほんと。泣けた。そう。 あれはほんとね、あの、ドクターことが好きっていうよりも、まあ、あの、日本のさ、あの、なんだろう、うそういうあの、あの、日本っぽいあのドラマじゃん。ドクターことも。あれはね、ほんとに泣けたわ。うん。そう。まあ、他にね、逆にあの、七人の女秘書だったかな。あれはね、ほんと俳優さん、女優さん、 いや、女優さんも俳優さんもちょっと気の毒だなみたいなね。いや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 ちょっとちょっと残念に映画だよね、みたいな、<laughs> ような映画だったよね。まあ、そうやって,て、ね、テレビが元の映画、まあまあまあ、あの、えっと、期待、見る人たちの期待感とさ、その、映画のあの、クオリティというかが、まあ結構ね、ミスマッチのやつが結構ある気がすんの。うん。 そう。まあ、あの、うんと、私が思いね、あの、テレビ現場で監督が、監督できる監督さんが、すべて映画で監督できる方はそんなことはないみたいだよね。うん、まあ、映画とテレビはやっぱ違うんだと思うわ。そう。うん。まあ、そんな中で、まあ、あの、中,中森明菜さちゃんの、まあ、うんと、ライブ、これ伝説のライブだよね。有名な。 そうまあこれはね、これはまあやっぱ見たい人はいるよね、いっぱいこと。うん。私もね、あきなちゃんのライブ歌声を、うん。まあ他も見たいけど、まあこのライブだけは、そう、5月1日に見に行こうかなと思ってる。うん。そう。まああんまり自信ないけど、まあ、あきなちゃんの歌声を多分さ、10回とか聞きながら、 もう、あの、劇場で泣くんだよ。そう、もう震えながら。思い出すだけでもう声が震えてるもんね。うん。まあ、なんか、あの、うんと、なんだろう、あの、うん。まあ、あの頃のアキナちゃんも、今も、今のアキナちゃんも含めて、まあ、あの、本当になんか、一緒に時代を走ってきたような感じになっちゃって、まあ、泣けちゃうんじゃないかななんて思ってるんだ。 うん、まあ、そんなわけで、今日は、ちょっとね、えっと、爆死するだろう、<laughs> なんて話で、まあ、ちょっとね、あの、うんと、あの、私のやってるさ、ポッドキャストの、えっと、映画大人の教科書だわ、まあ、あの、t イ長岡を応援しようっていう趣旨だから、この映画あかんやろうっていう話はちょっとしづらいわけよ。そう、あかんやろうと思っても、まあ、 そう、いけんじゃねえみたいな <laughs> 感じのお話、あの、そう、いや、絶対面白いよって、もう盛り上げるような話に、あの、持っていくんだけどさ、なんか、あの、こう、 今週のラインナップの時にあのスーパーマリオと戦闘戦はこれは危険爆死ムードがプンプンだよなっていうことをどうしても語りたくて今日は <laughs> そうえっとエムキャストでえっとまあ今週の映画は厳しいんだねみたいな話をさせていただきましたうんまああのえっとまあネガティブというわけじゃないけどまあ映画 の話がお好きな方とか、まあ、最新映画の情報、TJ 長岡のもう本当、あの、ね、一週間に映画ってさ、えっと、10本、20本、もっと、20本近く新作が放映されてるよね、日本は。うん。まあ、世界の中でも多分トップレベルで、あの、映画をくたくさん見れる国だと思うんだよ。特に東京なんて。そう。うん。確かね、東京、ニューヨーク、パリが、あの、世界三大映画都市なでなかったかな。 そう。まあ、その中で、あの、t イ長岡で上映されてるのが、本当三3本、4本。多くて5本。そう、少ない時は2本みたいな感じだから、まあ、本当、うんと、そんなに多くはないんだけど、えっと、まあ、あの、世の中の話題作は抑えてると思う。<laughs> なので、ま、あの、えっと、映画の話題とか、まあ、最新の映画の話題に、私がどんな風にお話するかなって興味ある方は、えっと、毎週、 金曜日の15時に配信してる映画は大人の教科書だ。Facebook 長岡市グループと同時に、えーと、ポッドキャストでも配信してますので、そちらも一緒にお聴きください。今日はですね、この、うん、とまあ、ちょっと、どうなるんだろう。なんか、あの、ね、波乱な、波乱な、波乱が起こるんじゃないかっていうような、まあ、あのー、今週の <laughs>、業界、 のを私なりに勝手に考察してみました、うん、まあね、まあ、そう、あの、アバター2にしろ、まあ、他の国でヒットしたんだけど日本でヒットしないっていうコンテンツは結構あるわけよ。そう、うん、まあ、スーパーマリーも、あの、 ほんと、日本のね、お家芸のようなものだし、日本とそれこそ海外のね、あの、デジタル技術の融合って形で作られた映画だったと思うんだけど、まあ、どうだろうね。<laughs> そんなわけで、えっと、来週の映画、映画というか、まあ、工業成績が非常に興味がある、あこねでした。まあ、そんなわけでね、たまには映画の話もいいかと思って映画の話をさせていただきました。 明日も、えっ、ー、と、今週はね、明日が最後ので、また明日もお楽しみにしててください。えっ、ー、と、この放送はなんだかんだ言って、そう、えっ、ー、と、たまにお休みするときもありますが、ずる休みするときもありますが、まあ、頑張って配信していこうと思いますの、ね、で、また楽しみにお聴きください。まあ、こねでした。またね、バイバイ。